はい、どうも皆様ごきげんよう、J フラッグの愛月です。毎月、第1土曜日、恒例行事となっております、大阪護国神社さんで、清掃奉仕活動がございますので、それのちょっとお知らせの動画でございます。まず、内容だけね、簡単にちょっとご説明させていただきますね。大阪護国神社で、10月2日の、土曜日、午前10時より、毎月恒例の清掃奉仕活動がございます。どなた様でもね、参加できますので、ぜひぜひ、来るってね、ご参加いただければと思います。はい、服装はね、清掃奉仕活動ですので、服装はもう動きやすい、格好で来ていただければいいかなと思います。はい。で、清掃奉仕活動が終わってから、正殿参拝が、あると思いますので、多分午前11時前後ぐらいですかね。はい。にあるかと思いますので、ぜひ、そちらの方もね、参加していただければと思います。でね、毎月ね、ちょっとこういう動画を僕流させていただいてるんですけれども、僕自身ね、ちょっとなかなかね、ちょっと参加ができなくて申し訳ないなと思ってるんです。まあ、いずれね、ちょっと僕も参加させていただきたいなとは思っておるんですけれども、なかなかちょっとね、仕事が、ありまして、はい、ちょっとなかなか、こんなね、お願いしてなんですけれども、僕自身ちょっとなかなか参加できなくて申し訳ないんですけれども、ぜひ皆様来るってね、ご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。失礼します。